僕はギボッチと言います。よろしくね。僕ギボッチは盛岡を流れている中津川の橋の上にある義母市から生まれたんだよ。みんなは義母市を知ってるかな？今度橋を通るときに見てね。僕は楽しいことが大好きなんだ。でもちょっと泣き虫です。俺様はラッセ、そしておいらはツッキーって言うんだぜ。覚えないと泣かすぞ。俺たちのおじいちゃんはラッセツキという怖い鬼だったんだ。そのラッセツキの手形が三石神社の石にあるんだ。今度探してみな。俺たちはな、すごく強いんだぜ。でもちょっと怖がりです。まんわ、僕はテッツって言うんだよ。みんな覚えてね。僕テッツは南部鉄器から生まれたんだ。南部鉄器はね、砂で作った型にドロドロに溶けた鉄を流して作るんだよ。なんと約400年前からあるんだ。すごいでしょ。僕は友達と一緒に遊ぶことが大好きなんだ。でもちょっと怒りんぼです。てなーたく。私は一志と言います。よろしくお願いします。私一志は盛岡にある石割桜から生まれたんだ。すごく大きな石の割れ目から桜が生えているから石割桜って言うんだよ。不思議な桜だよね。みんなは知ってるかな？私はみんなを楽しませることが大好きなんだ。でもちょっと照れ屋さんです。いやー恥ずかしい。オイラは岩手山と言うんだ。こったんです。オイラ岩手山は岩手県で一番高い山の岩手山から生まれたんだ。夏には山登りをしたり、秋には紅葉を見たり、冬にはスキーも楽しめる、みんなが大好きな岩手山なんだ。行ったことあるかな？オイラは大きくて力持ちなんだ。でもちょっと寒がりです。えっしょ、寒。僕たち以外にもワラシャンドの仲間はいっぱいいるんだよ。みんなも僕らと一緒にワラシャンドの仲間になってみない？そして僕らのいる岩手をもっと知ってもっと好きになろうよ。さっきから岩手岩手って言ってるけど、お前たちはどうして岩手になったのか知ってるのか？知らない。ラッセ教えてよ。実は俺様も知らないんだ。ガク。じゃあどうして岩手って言われるようになったんだろう？おおほほほほ、困っているよね。じゃあ私が教えてあげようか。その声はフジポン？違います。フジポンではありません。天の声です。その声はフジポンだよ。絶対にフジポンだよ。フジポン、フジポン、フジポン。うるさい。じゃあ教えてあげないよ。すいません、教えてください。天の声さん。そうそう、それでよし。それでは、昔々あるところにとても平和な村があったそうな。